コーヌスクローネ、義手床に連結するクラウンの部分は、外間と呼ばれる。コーヌスクローネの外観、3番、4番次第で、5番、6番、7番欠損。コーヌスクローネとは、維持装置として、クラスプを使わず、二重構造でできた冠を使った、はめ込み式の機構を用いた義手のことである。テレスコープデンチャーの一種、コーヌス、コーヌステレスコープ、茶筒式義手とも呼ばれる。 クローネとはドイツ語で、クラウンのこと。競技的にコーヌスクローネを用いた義手の維持装置のみを指すこともある。次第となる刃を形成し、その上に被せる金属の内冠を作成し、その内冠に適合する外管を組み込んだ技手を作成する。この内冠と外管の軸面に6度のテーパーを付与して、その接触による摩擦力を利用して維持装置とし、技手を固定する。 コーヌスクローネの理解は茶葉を入れる茶筒をイメージすると分かりやすい。茶筒は本体を強く振っても蓋は外れないが、蓋にゆっくりとした力を加えると簡単に外れる。コーヌスクローネも同じ原理を利用している。保険が適用されない自由診療となる。1980年代に非常に流行った治療であるが、上述のように高い技術が求められる。治療のため未熟な技術での治療も多く、予後が、 本来の期待されるものより悪くなってしまった例が多々あったこと、他のテレスコープデンチャー同様、コーヌスクローネの利点を包括する、インプラント治療の技術の確立、普及により、症例数は減少傾向にある、インプラント治療とは違い手術の必要がないという、最大の利点があるため今後も、一定数の需要はあると考えられるが、症例数の減少により、コーヌスクローネ作成のための、 高い技術を有する歯科技工師が減少しつつあるという問題がある。一方、新たな応用展開として近年、デンタルインプラントを用いたコーヌスも研究され、臨床で応用され始めている。ABC 旗な家宅や、コーヌスクローネはなぜ難しいのか誰もが制作できる意圧を利用した、パラレルテレスコープ制作法マイナス、クインテッセンスオブデントルテクノロジー第38巻、第9号、 クインテッセンス出版、二千十三年九月、千四百七から千四百二十ページ、衣春0 3八八から二千七百五、医学中央雑誌2十億千四百万五千七百六十四、ABCD 山下正明、和田光希、アタッチメントテレスコープ応用のパーシャルデンチャーの、設計、制作八万症例の分析と経験から第三回コーヌスクローネの、術式と基礎ステップ、 歯科技工第32巻第11号、いはやく出版。2004年11月、1408から1422ページ、一瞬0389から1895、医学中央雑誌20億507万9282、ホッケ、う治む、服部夏夫、松井博司栄、松田恒成、多数馬欠損の治療方針、補鉄臨床別冊、いはやく出版。 東京都2005年69から102ページありがとうございます。